あまり人に聞けないので教えてください。ゆきのさんは今現在貯金はいくらありますか？毎月いくら貯金するなど無理のはありますか？はい。この質問なんですが、ゆきのは、お金はあるだけ、あればあるだけ使ってしまうタイプなので、実は貯金が100万円もない状態なんです。そして、毎月、貯金は3万円を目標としているんですけど、それも実際のところなかなか難しく、3万円も貯金できない現状があります。もうちょっとお金を使うの控えなきゃなぁと思いながら、手元にあると使ってしまうので、そこを直していかなきゃなって思っております。はい。ゆきのさんは女子なのに殴り合いの喧嘩をしたことがあると聞きました。きっかけから結末まで具体的に教えてください。はい、この質問はですね、喧嘩になったきっかけというのは、中学生の時に、私の友達が好きだった男の子が、ゆきのを好きだったと。その友達だった女の子からトイレに呼び出されて、私の好きな人に手を出さないでよっていうことで、トイレでね、ビンタされたので、ビンタを私も仕返してちょっとやり合ったっていう経緯です。はい。変態的な質問をさせてください。今履いている下着はどんなものですか？今履いている下着は、レースのピンクのティーバッグを履いています。ちょっと寒い時期だとティーバッグだとすごいスースーして寒いんですけど、やっぱりお尻のラインが綺麗に見えるのでティーバッグはよく履いております。なので今日もティーバッグを履いておりまーす。ピンクのなんかスケスケのレースでとても可愛い下着なんですよ。本当に可愛くて、これはお気に入りです。はーい。